こ敵倒すのも一苦労だね。ねえあのさ、君ちゃんとスキル覚えてる？なんか通常攻撃しかしてなくね。わあ、スキルね。あれでしょ、スキルポイントとか使って覚えるんでしょ。でしょ？じゃねえよ。あ、やっぱり全然スキルポイント振ってないじゃん。ちゃんと振れよ。ほら、キャンプ画面からスキルカスタムを選んでちょいちょいと振るだけじゃんか。なんかめんどくさくてさ、よくわかんないし、ま、なんとかなるっしょ。ならねえよ、スキルゲーだよこれは。頼むよ。ほら、ファイターならさ、レイジングスマッシュとかいいよ。それはどんなスキルなの？レイジングスマッシュは PP を消費して強力な一撃を繰り出す技だよ。ファイター系にはぴったりだよ。へえ、じゃあそれ覚えてみようかな。ポチッと。おお、ふうふう、どれどれ、レイジングスマッシュ。な、いって、超いって、殴ったね。親父にも殴られたことないのに。通常攻撃よりも強いんだね。ね、何してんの、ね、何してんの。敵と味方の区別もつかないの。鳥頭なの、死ぬの。なかなか良さげだね。まあ、いいよ、それ使ってちゃんと戦ってくれよ。はいはい。あ、待て待て、あとこれも覚えてくれよ。挑発。それはどういうスキル？これはね、敵の攻撃を自分に引きつけるっていう効果だよ。この技をかけた敵は君を攻撃しやすくなるんだ。え、やだよそんな。え、攻撃食らったら痛いじゃん。いやそうだけどさ、だってほら、俺が食らったら魔法とか中断しちゃうんだよ。困るじゃん。それにほら、俺光栄で HP も防御力も低いしさ。前衛の君が攻撃を引きつけてくれないとさ、パーティーだろ、パーティーじゃん。お互いに役割ってもんがさ、あるじゃない、ね。大丈夫、レイジングスマッシュで先に倒しちゃうから。いや、そうじゃねえよ。敵は俺がファイアーボールで倒すからさ、魔法を唱えてる間敵を引きつけてくれておいてくれればいいんだって。やだよ、私が攻撃するからあんたはヒールで回復してなさいよ。よし、それで行きましょう。お互いがお互いの役割を果たす、これがパーティーの醍醐味よね。ちょ、待って、俺のファイアーボール強えよ。ちょっと聞いてよ、こねえったら。